こんにちは。福岡県久留米市手島整骨院長の手島彩子です。今回の動画ではこちらですね、サービカルコードテクニック2ということでやらせていただきます。前回1ということで、やさせていただいたのはこのサービカルコードのこの頸椎テクニックっていうんですが、その1番と、ね、1番と2番をやったと思います。今日はですね、第3頸椎、第4頸椎ということで、この2つのですね、ポイントのテクニックをご紹介しますね。早速ですが、この第3頸椎ですね、これはどういった方がいいかということで、こちらのね、頸椎、首 の問題ですから、首のね、この3番を中心としたこのね、首の痛みも入ってきます。そうプラス肩こりですね、あと目、鼻、耳の症状ですね。まあ、目だったら眼精ね、疲労とか、まあ、鼻だったらですね、あと目の痛みですね、目の奥の痛みとかそういうのも関係します。で、鼻だったら鼻の詰まり、鼻水といった症状で、耳の症状は難聴の問題ね、難聴の疑いの方だったりとかね、耳鳴りの方といった、ね、方にここに該当してきます。早速このテクニックですね、テクニックはですね、この細胞ということで、これへその、まあ、周りですね、へその周りのをポイントとしていきます。で、次に小門ということで、小門はですね、第11肋骨の先端ですね、ちょうど横ですね、11肋骨の先端がちょうどこの小門っていうところにツボになりますので、そこがポイントですね。で、次ですね、第4頸椎のポイント、これも同じくですね、首の、ね、凝りも入っていきますが、プラス耳、歯、胃、呼吸器の症状ということで、耳は先ほどのね、3と一緒で、耳のね、難聴だとか耳鳴りとかですね、そういった問題で、歯っていうのは歯の痛みとかですね、そういったのに関係します。で、胃っていうのは胃の痛みですね、胃が重たいとかですね、ね、そういった症状、特に胃酸型の方ですね、特にこの左側ですね、左側はまあ、副神経を介しても迷走神経というのが出てるんですが、大体4番で第4頸椎から出てるので、左側が特にちょっとポイントになってきますね。で、呼吸器は気管支の問題ですね、気管支の問題ですね、がこの入ってきます。で、ポイントですね、中間ということで、中間というのはおへそと水落ちの間ですね、ちょうど真ん中のところですね、そこのポイントで、滑肉門はおへその3センチ、ね、3センチ横の3センチ上のあたりですね、が滑肉門というツボがありますが、そこのポイントで、気肋部というのはこの、ね、肋骨のちょうどこの、ね、お腹と肋骨の間ですね、この気肋部ですね。で、最後に肋軟骨接合部ということで、これはですね、第7から10なので、ちょうどこのさっきの、ね、際の気肋部より上のこのエリアですね、このちょうど肋骨の下のエリアが肋軟骨接合部といいまして、そこがポイントになってきます。はい、早速ですね、じゃあテクニックの方をね、やりますね。これがですね、まあ、模型になっています。で、さっきのポイントでいくと、3と4なので、1と2と3と4ってこう頸骨ね、頸椎がありますよね。頸椎で、1番と2番、1番と、この後頭骨の間が1番ですよね。で、1番と2番の間が、ちょうど、1、2ですね。第2頸椎。で、2番と3番が今回の、まあ、この、ここになりますね。第3ですね。3。そして3と4の間の第4ですね。ここですね。で、患者さんはですね、基本的には仰向けが一番楽にリラックスでできますので、仰向けをお勧めします。もちろん座ってでもできますが、仰向けになるとね、リラックスできるので、一番効果が出やすいと思います。で、今度患者さんが寝ました。で、右と左手、まあ、実際がやりやすい手でいいので、まず一つ目の椎体の方ですね、はですね、ちょうどこの棘突起の間ですね、なので今回は2番と3番の間、棘突起、まあ、後靭帯っていうね、靭帯がありますが、棘突起の間に当てて、一つをですね、指の先を当てて、してもう一つの手で、まあ、さっきのポイントをやっていきますが、椎体の方に当てるのはこの2番と3番の後靭帯、そして
これにプラス、今度はですね、この横ですね、横、ちょうど、凹凸器の付近ですね、に当てます。なので、実際患者さんが寝てたら、こういった感じで当てていきますね。これと、こんな感じで。ここと、こう。まあ、大体この辺りで、こう、ちょっとずつずらしていってもいいですし、それをですね、同時にお腹、さっきのポイントがありますね。この赤で書いたテクニックの場所を、こう、マニプレーション、まあ、ね、触っていくと、そこで、ちょうどこの指先当てたところが緩んでいくポイントと、こう、合致するところがありますので、そこを探していくという形になります。そして、そこの緩んだところを探したときに、よりそこのポイントをやっていくと、この、硬さが取れますので、すごくこの動きが良くなります。で、その前のリフティングとしては、患者さんに仰向けに寝た状態で、頭の方に来て、こういうね、頭をこういうふうに動かすんですね。動かすと同時に、頸椎のそれぞれの軸ですね、さっきの、2番、3番の間、4で3番、4番の間で、動きをチェックしてください。そしてこれが、特にね、硬いところっていうのは、その症状とまた合いますので、そこにポイントで当てて、緩めて、また最後また同じように見ていくということになります。それではですね、この先のね、お腹のポイントをですね、それぞれで見たいと思います。まず、手をね、片っぽの手を、それぞれのそのね、棘突起の間ですね、に当てていきます。1番、2番、2番と3番に当てたとして、細胞ですね、ちょうどおへそとの両脇ですね、これをちょっとこうつまむように、おへそを挟むようにして、ちょっと揺らしてやるんですね。こう揺らしてやります。揺らしてやると、このちょうどこの当ててる左手ですね、私で言った左手が緩んできますね。こういった感じで探してください。そして今度、この手をね、椎体に当ててる手を、さっきのそれぞれの間ですね、今回だったら2番と3番の間に当てて、こう、もうちょうど凹凸筋ですね、当てて、そして次に小門ですね、小門といって、この11肋骨先端、ここですね。まあ大体ここからこう触りながら揺らしてやると、ここに本ね、ちょうどこの11肋骨先端のツボがありますので、揺らしてやると。そうすると、このね、ポイントが緩んできますので、しっかり緩めてやると。まあもしね、前回の中で1番と2番もあったら、その流れですね、手を動かしながら、ずらしながらですね、やっていってください。で、次に4番ですね。第4頸椎は3番と4番の間に手を当てて、そしてさっきの中間ですね。おへそと溝落ちの間を揺らしてください。揺らしてやる。で、揺らしてやって、そして今度またずらします。もし左側だったら左の滑肉門ですね。中間。まあ大体さっきおへその3センチ、3センチ上中間ですね。大体このエリアですね。そしてそこで揺らして、一番緩むところを探すという感じですね。で、またさらに今度これをずっといって、今度記録部、この辺りも行きます。この辺りも行きます。この辺りも。中間からどんどんずらしていって、左手の手もずらしていくんですね。揺らしていきます。どん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 。揺らしていって、どんどんこう、緩めていくと。で、またさらに、こうですね、この肋骨の上もさすってやってください。こうやってさすってやると。でポイントはね、特に肋骨のところはですね、年配の方になればなるほど優しくしてやってください。強い、ね、力を加えちゃうとこう痛めてしまう、ね、可能性がありますので、こうやって優しくさせてやると。じゃあ、どんどん左手当てている、ね、この、凹凸器の間ですね、がどんどん緩んできますので、こうするんですね。そしたら緩んできたら、まあ、大体これね、長くても20から、まあ、もう時間かければ1分もかけてもいいんですけど、まあ、最低20秒ぐらいはですね、しっかりここやって、そしてそれが終わったらまた頭の方に来て、こう、動きを見てやる。ね。後頭骨に手を当てて、そしてそれぞれの椎体に指を当てて動かしてやると。じゃあさっきと、ね、そのさっきの硬さだったり、ね、まあ、例えばこの周りのね、この筋肉を含めた、ね、動きですね、椎体の動きがこう楽、ね、柔らかくなってたりとかっていうのをぜひチェックするといいと思います。そうすることによってですね、今回首の痛みだったり肩こりだったりこういったそれぞれの症状の、まあ、緩解につながってきますので、ぜひですね、これちょっと今度ね3と4結構ねこういった自律神経系的なものが特に上部頸椎も含めて多いので、そういった持った患者さんにもですね、ぜひこの首の問題がありますので、ぜひやってもらいたいと思います。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。